ジュリアン・ムーアはアメリカ合衆国の女優ノースカロライナ州出身身長163センチメートル2014年公開のアリスのままででアカデミー主演女優賞を受賞また世界三大映画祭のすべての女優賞を受賞した女優でもあるノースカロライナ州フォートブラッグに生まれる母親はスコットランドからの移民で精神医学 ソーシャルワーカー、父親は陸軍法務官であり、その転勤に伴い、幼少時よりアメリカ及びドイツを転々とする。在独時にフランクフルトの高校に通い、演劇部の顧問教師からの勧めもあり、演劇を始める。その後入学したボストン大学でも演技を学び、1983年に卒業した。その後ニューヨークに移る。ウェイトレスをしながら、 オーディションを受け、1985年にソープオペラに出演するチャンスをつかむ。その後、オフブロードウェイやテレビで活躍。1988年に、アズ・ザ・ワールド・ターンズで、エミー賞を受賞。1990年に、映画版、テールズ・フロム・ザ・ダーキシドの一話で、映画デビュー。1993年のロバート・アルトマン監督の、群像劇映画。 ショートカッツでは、高い演技力を披露し、アカデミー賞受賞経験者もいる早々たる、アンサンブルキャストの中でも、ひときわの注目を浴びる。1997年のポール・トーマス・アンダーソン、監督作品、ブギー・ナイツでは、ポルノ女優というリスクのある役柄を堂々と演じ、初のアカデミー賞候補となった。2002年には、トッド・ヘインズ監督作品、エデンより彼方に、 スティーブン・ダルドリー監督作品、めぐり合う時間たちに出演し、前者では、ベネツィア国際映画祭女優賞を受賞、後者では、ベルリン国際映画祭女優賞を受賞し、その年のアカデミー賞では、前者では、主演部門、後者では、助演部門にダブルノミネートされる。その後も、トゥモローワールドや、シングルマン、キッズ・オールライトといった、文芸性の高い作品から、 ハンガーゲームシリーズといったハリウッド大作に至るまで幅広く出演していく。2014年にはカンヌ国際映画祭女優賞をマップ・トゥ・ザ・スターズで受賞したため世界三大国際映画祭すべての女優賞を制覇した。同年のアリスのままででは若年性アルツハイマー病に侵された女性を演じ自身としては 初となる第72回ゴールデングローブ賞の主演女優賞を呼び、第87回アカデミー賞の主演女優賞を受賞した。1986年26歳の時に俳優、プロデューサーのジョングール・ドルビンと結婚したが、1993年に離婚している。ムーアはこのことを早くに結婚しすぎたためだと語っている。 1996年から9歳年下の映画監督のバート・フレーン・ドリッチとの交際を始め2003年に再婚した。二人の間には息子と娘が一人ずついる。2008年10月に東京国際映画祭へ出席するために初来日を果たす。同映画祭に特別出品されたブラインドネスで共演した木村よしの 伊勢谷祐介らと共にグリーンカーペットを歩いた。ありがとうございます。